はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語シリーズの第30弾をやっていきます。で、今回ね、この10個の単語をやりますので、まあ、この状態でテストしたい方はぜひ動画を止めてやってみてください。よし、じゃあまず1番からいきましょうってとこなんですけど、まず謝ります。何かと言いますと、きっかけ英単語第28弾ですね、前々回の動画でフットって、まあ、書きましょうかっていう単語をやったんです。フット、足ですね。で、これ複数形が特殊でフィートって形が変わるんです。基本的には S をつけることで複数形を作るんですが、まあ、形が変わるっていう有名な例なんですけど、その時に歯も、ほら、歯、トゥースって歯なんですけど、これもね、こいつの仲間で変わるんだよっていうのを口で喋ったんですよ。で、その時に、ティースがトゥースに変わると言ってしまってですね、これ正しくは、トゥース、これもともと歯なんですけど、これの複数形が、ティースなんです。こうやって。形が変わります。で、まあ、両方見てわかるように、OO が EE に変わるんですね。フットもトゥースも。って、そうやって覚えてるってやってたんだけど、完全に言い間違えるっていう。ほんとコメントでね、ご指摘いただいた方、ありがとうございました。本当に助かりました。そしてね、ちょっと勘違い、招いてしまって申し訳なかったです。なので、まず今回、これがトゥースって読み方で、歯です、意味が。で、複数形がティースという形に変わりますので、ぜひね、覚えておいてください。で、次がヒュージュです。ヒュージュ。で、これはですね、巨大なとか、莫大な。つまりは、ものすごい大きなっていう感じです。ヒュージュ。っていうイメージで覚えててもらえれば大丈夫。で、次がこれ、スイリングです。スイリング。で、スイリングは、これで、天井という意味になります。スイリングですね。で、次、これ日本語で言うとマネーって言った方がピンときます。まあ、意味先に書きましょう。マネーって言うとね、分かりやすいかな、お金です。ただ発音としてはにです。ねじゃなくてに、マネーっていう感じになります。で、ちょこちょこ話出てきましたけど、これ不可算名詞といって数えられない名詞で有名な仲間に入ります。例えばウォーターとか水もそうですね。不可算名詞ってやつです、マニーね。で、次が experience です。experience。アクセントがピの、ここに来ます。experience。で、これで、すごい個人的なんですけど、この単語すごい長文で出てくるイメージがあるんですよね。あ、勝手なイメージですよ。ごめんね。experience です。これが経験という意味になります。では、右行きましょう。で、6番が even です。even。で、イーブンはね、結構何個かの意味があるんですけど、ひとまず、ほにゃららでさえという意味を押さえておいてください。イーブンでほにゃららでさえ。で、次がラウドリーです。ラウドリー。で、これで、ラウドリーが大声でという意味になります。大声でです。で、これ、ly 取った形ですね。取ったやつも一緒にぜひ覚えてください。ラウドって言うんですけど、これで音が大きいですね。まあ一応大きいだけ書いておきますけど、まあ音が大きいという意味で使います。ラウドとラウドリーですね。で、次はもう読み方ですごく有名なやつです。これでカズンと言います。発音がカズン、すごくよく出てくるんで覚えておいてください。で、意味がカズンはいとこです。カズンでいとこ。で、次がですね、日本語でセパレートっていうと、まあ、ピンとくる方もいるかもしれないですね。セパレート。で、日本語で使うと似てます。まあ、別れたとか。なんか別れた時セパレートって言いますけど、あとは別々のとか。こんな意味で使います。別れたとか別々の。で、何が大事か。これは発音のアクセントの場所です。日本語でセパレートって言い方をするんですけど、アクセント前に来ます。つまり、セパレートっていう感じになります。セが先にアクセントに来る。セパレート。これね、覚えておいてください。で、ラストですね。これも日本語のイコールってやつです。まあ、数学でよく使いますよね。イコール。つまり、意味は等しいです。等しいね。
で、10番のこれもアクセントが大事です。どこに来るかっていうと、最初に来ます、これ。イコールって言うんですけど、日本語だと。発音はイーコールです。イーコール。まあ、アクセントがね、みんなが、その、なんだろう、まあ、受験するかわかね、その場所かわかんないですけど、出るかどうかはわからないんですが、アクセントの場所もね、結構有名なものは、こう、ピンと来るものもあるので、ぜひね、セパレートとか、イーコールの場所はね、覚えておいてください。よし。では、今回ね、この10個やらせていただきました。で、今回で30って、まあ、キリがいい数字がね、終わったんですが、で、たまに、何番まで続けますかなんて質問もいただくんですね。で、夏休み、まあ、一杯はまずやろうと思って始めたんです。まあ、途中でね、一回続けるかどうか考えた時もありましたけど、で、今の現状どうしようかなっていう感じを思っていて、まだ決めてないです、正直。そう。ただ、ずっと続けてもね、キリがないものでもあるので、まあ、どっかを境に、ね、終了しようとは思ってるんですが、ひとまず、まだね、31話続けるつもりですので、もしよかったら次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。